まあちょっと今複雑な気分です。疲れた。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、大阪旅いかがだったでしょうか。前のやつと違って写真だらけになってすいません。ただ単に動画撮り忘れてました。そんなわけで今現在時刻が夜の11時20分です。この動画は大阪の旅を終えた直後に撮影しております。ちょっと疲れたんで自販機に売ってあったカルピスソーダ飲みます。思えば去年も一緒のことやってましたね。うまい。はい、というわけで今回の動画は僕が大阪に行って買ってきたものを紹介したいと思います。はい、まずは梅田のレゴストアに行ってまいりました。ちなみに使った金額なんですけど、今までで多分一番低かったと思います。全額1万2000円いかなかったです。まずはい、こちら、はい、まずは詰め放題をやってきました。ちなみにレゴストアは残念ながら撮影禁止だったので詰め放題の様子は撮れなかったんですけど、このご時世なので販売方法は前と異なっていました。まず欲しいパーツを店員さんに言って、その後店員さんがなんかお皿みたいなものに入れて、ここから好きな数取っていく感じでした。そしてここからは全て限定品です。はい、こちらを買ってきました。レゴストア限定のレゴストアのセットです。実は僕これめちゃくちゃ欲しくて、去年の文化祭レゴストア併用住宅のプレゼン作ったんですけど、その時にいつもこのセットに使われてるパーツ欲しかったんですけど全然売ってなくて、アマゾンとかで買おうとなったらめちゃくちゃ転売されていてもう諦めてたんですけど、行ったらこれが結構大量に売ってあったので買いました。はい、次はこちらです。これもレゴストア限定の雪遊びだったかな、限定品だったのでこちらも買いました。最後はレゴエクストラを3つ買いました。買ったのはこちらのスポーツセットと街灯などのセット、装飾品のセットです。ちなみに装飾品のセットは2つ買いました。はい、レゴストアで購入してきたものはこちらが全てになります。そうだ、去年衝動買いしてジンジャーブレッドハウス買ったんですけど、なんかエルフのウィンターセットみたいなのあったんですけど、買おうと思ってたんですけど、まぁ、ちょっともう一回考えてみるかということでスルーしました。では続いては梅田のヨドバシカメラで購入してきたものを見せます。はい、こちらを購入しました。簡単に言えば製図道具と色鉛筆を買いました。はい、鬼滅の刃の22巻です。これは動画が撮り終わったらすぐに見ます。そして最後はこれ結構でかいんですけど、はい、こちら、はい、レゴクリエイターのタウンハウスのおもちゃ屋さんを買いました。ヨドバシカメラのポイントが1000ポイントあったので1000円引きで買いました。あとガチャポン回してきました。このガチャポン何かっていうと、はい、見えづらいんですけどプリキュアのグッズコレクションのガチャガチャをやってきました。ちなみにこのガチャポン回した理由なんですけど、 C 賞のキュアグレースが欲しくて回しました。ただ10回回してもうやめました。まあとりあえず何が出たのか見せます。それがこちらです。あはい、めっちゃダブりました。ちなみにこのガチャポンなんですけど、フキーツアーソートです。10回回して C 賞のラバーストラップが、キュアスパークルとキュアアースが2体ずつ出て、で、B 賞のマスキングテープが、キュアスパークルが2つ、フォンテーヌが1つ、グレースが3つ。おぉ。いや、これおかしい。いや、ちょっとこれさすがに、おかしいんじゃないかなって思って。普通マスキングテープが C 賞で、ラバーマスコットが B 賞だったらすごい妥当だったんですけど、なぜか実質 C 賞のマスキングテープが6個も出ちゃいました。いや、これはさすがにバンダにはめられちゃいましたね。ラババンに関してはもうメルカリで買います。はい、もうそう決めました。はい、ということで大阪で購入してきたものをすべて紹介しました。全部でかかった費用はほぼ、2万8000円ぐらいかかりました。このご時世なのでちょっとでも経済が動いたらなと思っています。で、今回紹介したレゴは順次レビュー動画をアップしますので楽しみにお待ちください。はい、以上、ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おーならー、イエーイ。